はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。ゴッドオブオーラグナロクやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回も続きでグロアの祭壇を目指すをやっていきたいと思います。早速進んでいきましょう。これは、ん？これはアイテムじゃないか。さあ、ここ開けて。一気に暗くなりましたね、ここね。さあ、ここでまた、なんか反射する石を使うみたいですけど、反射させるものがない。どこだ？お、歯車があんな。これを下げて。あ、これか。これで、角度考えて、こうか。もうちょいか。あれ当たんないな。位置がね、こうか。よし、これか。これいいのかな。これで。ん？なんかでも高さが合ってないな。高さも合わせなきゃいけないのか、これ。これで、あ、これでいいのか。これで、よいしょ。あ、できた。OK。はい、登りましょう。お、来た。何来たと。ライトビアンブラスト。あ、もう一人爆破するんだろうな、これな。後ろから来てる。痛い、痛い。さあ、爆破する。また、また、いて。グルームナイトミア。というのも、こやつらには一時的に敵止めを食らわせる能力があるんちゃうよ。これ厄介ですね。また、それはまずい。よいしょ。よし。回復をもらっとこう。やっぱナイトビア厄介ですよ、結構ね。飛んでるのね。飛んでるし、体がちっちゃいし、ちっちゃいと当てにくいのがありますからね。なかなか厄介かなって感じですね。お、また来た。ほっ。なんだ今の。当てた。うまく当てなかった。よいしょ。はい。まだか、まだか。また。よし、返した。青い虹リングの攻撃を破壊阻止できるには L1 にボタンを2回、ガード2回押さなければ。はい。おい。おい。痛い。殺すよ。よいしょ。あ、逃げた。また。また。よいしょ。よし。痛い。なんでそういうのは。よいしょ、よいしょ。よいしょ。また逃げた。凍らしてんの、せっかく。よいしょ。凍らしとくよ。よいしょ。また。弾いて。あ。だからね、斧を凍らせるとね、どうしてもね、逃げられちゃう。これ、一発当てたらーと、なんか逃げられちゃうんだよな。すごい跳躍力。いや、そこまでいけないな。あ、こっから、え、降りんの？あ、またこれ伝ってくわけですね。お、あそこ高箱取りたいな。どうやって取るのこれ。一回戻って。イエス、宝箱です。これをどうすんだ。They must have anointed a new temple guardian. Sparkle Yoffer's counterpart. Dark Elf King. これどうすんだろう。 He's in the light now too.
これ揺れるはいいんだけど、これを利用して移動できるわけじゃないんだな。あれ？こっちにも行けんだよな。あれ、これが邪魔してる。ん？よく見るとなんか反射、これもなんかあるな、これな。あー、そっか、要するに門を開ければいいんだ。どこで当てるんだ、これは。もう一度さっきの光の扉のとこ行ってみるか。で、角度どこで決めるかだな。これがどっかで水色の石を破壊すればいいんだけど、この振り子の利用するんだよ多分な。これが左行った時の角度を考えると、多分こっちだよな。ここでやるでしょ。ここで多分こう狙うのかな、多分な。後ろには向けないから、これ以上いけるかな。一回やってみるか。よし、ちょっとやってみよう。これを動かす。これってどうやって当てるんだ、これ。こっちから狙えませんね。あ、でも狙えた。こうか。間違えた。あ、あそこじゃん。簡単なとこだ。ここで、これを撃てばいいだけだ。ほ。しかも間違えた。難しく考えすぎた。だけどね、タイミングが大事ですね。ここ。遅い。あれ、うまくいかないな。一回待った方がいいか。物をね、ボタンを押してもすぐ飛んでこないんでね、ここだ。これで多分いけるはず。ほう、俺この通り OK です。よし、ルーンの解放アクセサリー。ルーンだと、ちょっと待てよ。ルーンって待って、あ、あれか。クレイトスのやつか。あ、違う。アトレスのやつか。これか。ヤズスが満タンの状態からルーンの矢を放つと、最初の一本が与えるダメージが増加する。なるほど。これいこう。装備。アトレスのアクセサリーですね、これね。いいじゃないですか。よし、じゃあ、これでテュールのとこ戻りますか。こうして。あ、こっからまあまあ簡単ですよね。簡単ですね。なんとかなる。多分。で、行って。で、あとはここで。OK。よし。黄昏の石で斧を跳ね返して敵を動かせよう。はい。使えるかな？やってみよう。お、すごい。そうそう当たんないですよね、普段はね。こんなことは。上に進もう。まあ、その前に、まあまあ、ちょっとゆっくりこう。ちょっとゆっくりこう。ちょっと相手を探す、相手を。ないじゃん。どっちが行ったの？みんな早いな。まだ行ってなかった。よし。スリフトしろ。さあ、これ当たんねえな。あ、まだ遮蔽物を使おう。よいしょ。こういうことで、ね、おった、痛い。おった、緩めかせて。抜け無理だった。無理だった。
怖い。おい、よし。嘘でしょ。タスガイのなんだ石にちょっと取られすぎてちょっとちゃんと戦えなかった。まああれはまあ別に無理して使わなくていいんですよね。ただよろめくとね、なんだ大ダメージ与えられるからね、使ってみたくなっちゃいますよねやっぱね。さあ気を取り直していくぞ。ほい、またなんかやばいな。よいしょ、ほい、また後ろ、後ろだろ、ほい、よいしょ、今でしょ。よし、どこでした、危ない、なんか怖いな、危ない、雪みたいに、よいしょ、よいしょ、チャンス、よし、危ない、いた、なんか間違えてた、でも吹き飛んじゃった、敵が吹き飛んじゃった。すいません。Look at this statue. These crystals. I've noticed them on the elves as well. お？あそこに石像を消えずに落としてみたら、これか。倒すの？おお。こんなんでいいんですか。Oh, the crystals still make light bridges. Now the light elves wear them. Smart. Almost there. Allow me. よし。お、あ、向こうた倒してくれたね。で、同じように結晶で橋を作ると。Beginning to enjoy the vandalism. Pretty soon he'll be laying waste to pottery. Shall we continue? 行きます。待って、ちょっと待って。上がってる。Feels even taller on the inside. Can't believe all this was down here. そんなことよりアイテムですよ。あ、来たー、ノルンの宝箱。これ壊せるのかな。これ待って、時間制限じゃない、これもしかして。いや、時間制限だこれ。時間制限内に3つ同時に壊さないとダメってやつですこれね。2個見つけたな。もう1個どこだ。あー、こういうことか。あとこれまずこれを壊さなきゃダメじゃん。これを壊して、なるほどね。だ、同じ位置から3箇所狙わなきゃダメってことか。ギリギリ少し動くのはありだけど難しいぞ。まず一箇所見えるよね。これを狙って、あ、違う、ちょっとやりすぎた。いけた、よし、取れました、ナイス。これ体力増えるやつだ。伊豆のリンゴ、伊豆のリンゴが必要数集まった。体力最大値が上昇。ありがとうございます。いいですね。体力大事ですからね。で、こんなもんか。で、先に進んで大丈夫かな、これ。まだ戦うのか。さすがに石で動かして動かせよう。おい、ちょっと、そこまで来たらちょっと無理だったな。よし。また、これ。後ろだと、後ろは卑怯だな。おい。痛い。お。いい。
また飛んでくる。ほっ、おい、はい、はい、さっさー行ってもらって、よし、これで何ですか、これ使う、よいしょ、怖いな、ほい、おい、これガードを防いで、よいしょ、お、これで回復させてもらって、これ使えるのかな、ダメだ、ほっ、ギリギリ、よいしょ、逃げちゃった、まあ逃げるよね、よしいいぞ、これでとどめを刺して、まだいるのか、あ、また、ほっ、オッケーオッケー、また、それはまずいな、これ使う、おいしょ、あって、さようなら、あ、いたいたいた、飛んでくんね、飛ばすね、よいしょ、撃ってもらって、撃ってもらって、すごいな、爆発しちゃったよ、よし、おい、またこれガードして、よし、撃ってもらって、で、ナイトメアやっつけてほしい、無理かな、んーわー、よいしょ、まだいるぞ、行って、あれ厄介だな、どこいる、レサンド、こうか、あれ、リバーサー乗ってなかった、よし、回復どうしたね、よし、なんとも締まらない戦闘ですねすいません、申し訳ございません、あ、これ先、まだあそこにオーディンのカラスがいる、逃げんなよ、逃げるなよ、ここか、そうそう、こっち来るんじゃない、やっぱり、な、確かこれで、カラスの木で1個宝箱を開けることができるんですけど、大丈夫かな、あのニブルヘイムですけどね、まあ、とりあえず今はちょっとね、ここでね話を進めていきたいと思います。さあ、またこれ光の扉か、縦、Had Freyr not abandoned the realm, a lasting peace may have formed. But now, can we really place all the blame on Freyr? This war started long before his arrival. そうなのか。But he had the power to heal his land and end the war. Did he not? He made his choice, the wrong one. For Alfheim, perhaps, but not necessarily for him. Well, I suppose we're all entitled to walk our own paths. これで。こっちか、そっか、もうフレイが来てる時点でもう争いは少し起きてた、あ、まあそうだよな、フレイが和平させたっていうからね、まあフレイが来ても来なくてもっていう、もうね、ダメだったわけですよね、和平の道は厳しかったわけだ、こっちか、で縦の角度が悪いってことで、まあ直していくわけですけど、まあ宝箱ありますよね、まあね、それ取りますよね、ええ、銀のかけらで、これかアトレウスさん、これをどっちかに動かすんだよな、あ、左だけだ、左だけだ、これでいいのかな、まだ角度悪いよ、こっちにもなんか、あ、こっちから打つんじゃない、もしかして、いや違うな、こっち届かないもんね、縦がもうちょっと右に向けばいいんですよね、多分ね、そんな動かせんのこれ、
でもこれまた壊したらダメじゃんね。キャンセル。キャンセルしてないんだけど。そこになんかあるな。あ、壊れた。壊れたぞ。ああ。なるほど。お腹引っかかってたんだ。あ、これでいいんじゃないですか。あと角度の問題、向こうで当てればいいんでしょう。これは多分こっちから打たなきゃダメじゃない、上から。繋がんないなこれ。え、もうちょっとこっちからするのか。多分これ外向きすぎなんだろうな、多分な。そんなことないかな。石像の石を動かして。どれ？ちょっと寄りすぎたんだよな、多分。嘘、これダメじゃない？寄りすぎじゃない？これ。あ、でも、ほら。これ寄りすぎよ。難しいな、調整難しいな。Oh, I see it now. The wings are connected back here. 翼はもう一個壊すのこれ。もう一個壊すのこれ。そんなバカな。いや、多分それは大丈夫だと思うんだよな。本当？でもこれ壊すとこう。ないよ。これ壊せないでしょ、こうやって。ここから狙えないのかしら。あ、待って、これ。 Hey, father. 上？上見て。上だと。ちょっと待って、こっからじゃダメだよ、多分ね。また難しいこと言ってくんなこれ。上？何もないよ。上って何？縦の上？あ、下か、これか。間違えた。これ狙わなきゃいけないのか。じゃあもうちょっと下じゃん、これ。上っていうのは、もうちょっと寝かさなきゃダメってことじゃない、これ。私の狙いが間違ってた。じゃあこっちでいいんじゃないですか、多分。で、上っていうのは多分これでしょ。で、これ寝かして、で、これでいいんでしょ。それでも合わないってことは、もうちょっと左に寄せなきゃダメじゃないの。あ、これじゃ無理なんだ。悪者に手を返してしまった。これか。よいしょ。これやりたいでしょ。難しかった。いや、私の狙いが悪かったんだよな、多分な。いや、多分じゃない。私の標的の判断ミスっただけだ。上見てて、上のあれかと思ったんですよね。光の眩しいやつ。あれを狙うのかと思ったら、実はこっちでしたね。随分間違えました、これで。
まあ相手が良かったですね。はい、ということでございまして、今回動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。